ナナコちゃん苦しそう。必死に戦ってる。クマくん最後に見たのってここだよね。あんなにナナコちゃんのこと心配してたのに。ったく、犯人探さなきゃなんねって時に何やってんだあいつは。警察はもう動いていませんし、全て僕たちで調べるしかありません。改めて小西さんと山野アナの件に絞って情報を集めましょう。でももう半年以上も前のことだよね。今さら新しい情報とか出んのかな。けど弱音吐いてらんないだろう。今は真相を理解してるのは俺らだけなんだ。それに今だから思い出すことってのもあるかもしれないだろう。明日手分けして街中聞き込みしようぜ。で夜に集まって結果を報告だ。クマさんのことも何かわかるといいな。
やっぱ本物の警察みたいにうまくはいかんね。一日中歩き回ったけど大した収穫はなし。私も同じ。真犯人どころか事件に関する話自体全然出てこなかった感じ。右に同じ。てか私の場合こっちが質問攻めで全然本題に入れないんだもん。死ぬほど面倒だった。こんな狭い町で誰にも見られてないとか、犯人どんだけ巧妙なわけ。どうする？とりあえず肉丼一つ。そうじゃねえだろ。けどまあ食べてからにするか。俺カニ玉チャーハン。じゃあ俺はチャーシュー麺倍盛り。さてと、お腹も膨れたところでさ、みんなが聞いてきた情報少なくてもとりあえず交換しとこう。でまとめると、新しい情報は特になし。以上。最初の2件について警察は初動の聞き込みに異例なほどの人数を割いてました。それでもこぼしたような情報を半年以上も過ぎて拾うというのはやはり難しいですね。まず不審者の目撃証言がない。小西さんはともかく山野アナには熱狂的なファンもいたようですが、状況は同じです。てか聞いても聞いてもそっちのけで、どいつもこの霧のことばっか言いやがる。あと真夜中テレビのことばっかり。熊のことは聞いてみたけど誰も知らなかった。もう本当どこ行ったんだろう。ナオトの方は何かないわけ？新しい推理とか。新情報まるでなしとなるとどうにも。ですがこの町のどこかに全ての条件を満たす人物が必ずいるはずです。小西さんと山野アナの二人と何らか接点があって、しかも僕たちの行動をある程度継続的に把握することができて、何より先輩の自宅に怪しまれずに近づけた人物。ちょっと考え直してきます。雪だ。道理で冷えるはずですね。さっぴー。でも確かにこっちのが頭が冴えて推理も働く気がするな。あ、もしかして雪か？こんだけ霧が濃いとせっかくの雪も紛れちまってよく見えないな。どうした？
あの人がどうかしたのか。足立刑事ですか。確かに警察関係者というのも一つの考え方ですね。目撃証言が不自然に少ないことの説明もつく。生ためのトラックが証言に出なかったのと同じです。こんな小さい町じゃいろんな人に私的に顔知れてたりもすんだろうしな。まして肩書きが刑事じゃ怪しい人物としては浮かんでこねえな。あるいはそれを利用すれば情報を隠すことだって可能かもしれません。そっか、聞いてると一応ありだな。けどってことはつまり足立さんかもってこと。足立だぜ。絵に描いたみたいなあのヘタレ刑事だぜ。俺たち本当に真相に近づいてる。実はその足立刑事についてですが、なんというか、実は以前から何かがどうも引っかかってて。引っかかる？ただの気のせいかもしれないし、何とも言えな。くしゅ。いやー、寒っ。もう十分冷えたよな。中戻ろうぜ。足立さん？そんな、だってあの人、山野アナの身辺警護だって言って。まさか、来ていたんですか？山野アナの宿泊中に。山野さんがうちに泊まってた時、マスコミが宿まで押しかけたの。その時足立さんが身辺警護って来て、有名人は大変だって中井さんが話してた。身辺警護？宿泊はしなかったんですね。足立さん、山野アナのことを知ってたのかな。山野アナのことは分かんねえけど、あいつに声かけられた女クラスにいるらしいぜ。昼間聞いたんすよ。ま、警察なんざあんなもんって思ってたし、関係ねえって思ってたんすけど。山野さんの死体発見者である小西さんにも足立刑事は何度も聴取しています。情報が少ないゆえだと聞いてますが、アリバイの固い発見者を何度も聴取するというのも不自然ですね。他に目的があったとか。それが二人と足立さんを結ぶ線。考えてみりゃ足立さんと俺らって結構いろんなとこで会ってるよな。その度言い過ぎちゃったとかって警察の内情話してたけど、あれって俺たちを踊らせるためだったとか。脅迫状だって簡単にポストに入れられる。っていうか証拠隠滅もできるよね。じゃあ本当に足立さん。とにかくあくまで可能性に過ぎませんし、すぐに確認した方がいいですね。どうもお世話になってます、白金です。事件のことで少し気になることがあるので足立刑事と連絡が取りたいんですが。え、搬送これから。あ、はい、どうも。搬送って。足立刑事は生ための搬送準備で病院に行っているそうです。すぐに向かいましょう。
あれ、君たちなんでこんなとこに？そうだ、道島さん知らない？病室から抜け出したって言われて。いくら釘刺してもすぐどっか行っちゃうんだから。やれやれ、生ための搬送も終わったし、これで帰れるはずだったんだけどな。搬送終わったんですか？前から思ってましたけど、ずいぶん急ぐんですね。え？ああ、だってほら、堂島さんや奈々子ちゃんとこのまま一緒じゃさ。君たちだってその方が良かったろ？それより君たちこそ何しに？奈々子ちゃんの病室はこっちじゃないよ。堂島さん来ないうちに帰った方が良くない？また捕まっちゃうよ。足立、生ためはどうした？なんだか今日はえらく騒がしかったが。堂島さん、こんなとこで何やってんですか？生ためならもう搬送しましたよ。報告しようと思って探してたのに。搬送しただ？おい、誰がいいと言った？奴にはまだ聞きたいことが残ってんだ。堂島さん、勘弁してくださいよ。最初の2件の殺しが引っかかるんだ。奴は動機もいまいちだし、アリバイも固かったはずだ。証言で埋まった穴も多いが、そこだけは未だに引っかかる。まったく刑事の勘ですか？でももう搬送しちゃったし、僕に迫られても困りますよ。君たちもさ、いい加減もう帰ってよ。警察の仕事の邪魔になるからさ。なんだよ、今日に限ってバカに仕事熱心じゃないか。嫌だな。僕はいつだってちゃんとやってますよ。堂島さんも自分の仕事してくださいよ。おとなしく怪我を治すって仕事をね。お前ら、こんなところで何してる？確かめたいことがあってきたんです、足立さんに。聴取？そりゃしたよ。遺体の第一発見者だからね。まあでも彼女は何も知らなかったから、1、2回ちょっと話を聞いただけだよ。山野真由美が消えた時のこと？消えた時って言われても、なんとも。見てたわけじゃないし、何ヶ月も前のことだし、急に思い出せって言われてもな。聞きたいことってそれかい？どうしたの一体？脅迫状？彼の家に届いたものです。今は警察に渡っているはずですよね。いや、よく覚えてないけど。おい、覚えてないだ？あれは鑑識と組んで調べるようにってお前に渡しただろう。忘れたのか？すいません。あの後すぐ堂島さん事故ったりして慌ただしくなったもんで、つい。それにあんなのただのいたずらでしょ？なんすか、急に質問攻めにして。なんなのこの雰囲気は。もう堂島さん、そろそろ病室戻ってくださいよ。そんなんだから怪我治んないんですって。君たちもとっとと帰りなさい。だいたい今何時だと思ってるんだ。じゃ、僕は戻りますよ。署に戻って報告しなきゃならないんで。その前に最後の確認をさせてください。最初に殺された二人は実は生ための仕業じゃないとはっきり分かったんです。別の誰かが殺したんだ。足立さん、知りませんか？何を言ってるのか意味がよく。てめえなんじゃねえかって言ってんだよ。バカ言うな。そんなの生ためが全部入れたに決まってるだろ。今なんて。
全部入れた？入れたとか入れないとかってのは何の話だ？お前、手口について何か知ってるのか？まさか、この前のテレビがどうとかってあの話。そうか。今わかりました。足立さん、実は僕は過去のあなたの言動の何かがずっと引っかかっていたんです。何とはわからなかったが、違和感があった。堂島さんの事故現場で僕が生ための日記を読んだ時のこと覚えてますか？未遂で助かって世に出なかった3件目以降の被害者も書かれてると僕が言った時、足立さん、あなたはこう言ったんだ。すごい、そりゃ決まりだねって。何が決まりなんですか？あの時警察はまだ事件に未遂のケースがあったなんて知りもしなかった。おかしいじゃないですか。しかも数日消息がつかめないなんて無数にあることだ。なのに僕が読み上げた名前に異論が出ないのもおかしい。答えてください。足立刑事。知らないよ！忙しいって言ってるでしょ！待ちやれ、おら！足立！くそ。足立！おかしいな。確かにこっちへ逃げたはずなのに。畜生、どこへ消えやがったんだ？いたか。警備室に問い合わせた。誰も足立を見てないし、出入りの記録もない。この病棟からは出てないはずだ。必ずまだその辺にいる。ここから出てない？探したけどどこにも。あの野郎。堂島さん、まったくあなたって人は。すまん、ちょっと動きすぎた。直す気あるの？これ以上やったら交渉残りますよ。この前も大変だったの忘れたの？そうだったな。すまん。頼む、足立を見つけてくれ。このままってわけにはいかない。病棟から出てないってまさかとは思うけど。うん、多分そうだと思う。だって犯人なら入れるはずでしょ。こっから中に入ったってこと？逃げた方全部見て回ったからな。狭いし見逃さねえよ。相当追い詰められてましたから中へ逃げ込んだ可能性もあるでしょう。でもこれでもし中にいるとなれば逆に動かぬ証拠です。やろう、マジかよ。でどうするんすか？ここから入るのは無茶だと思う。このテレビ使ったって確証まではないし、どこに出るかわからないもん。いつも通り昼にジュネスから行こう。大丈夫、万全にしてけばあんなヘタレ男一撃だって。Thank you.
ここはどこ熊か？どうしてここに先生が？そう熊か。不思議なこともある熊ね。熊は本当にわからないことだらけ熊。だけど気づいた熊よ。熊は今まで自分が誰なのかずっと考えてきた。けど見つからなかった。ふう、最初から誰でもなかった熊。あっちの世界には人間、こっちの世界にはシャドウ。最初からそれだけ熊。熊はあの世界にいた、ただのシャドウだったんだ熊。先生はいつも優しいクマね。気づいたクマよ。あの日病院でクマはやっぱり何もできないんだって。そう思った途端意識が遠くなって、気づいたら霧の中だったクマ。シャドウは人間の世界にはいられない、いちゃいけないクマ。どこまで歩いても何もなくて、もうどこにも行けないって思った時、車の音が聞こえた。そしたらここに。いろいろなことを思い出したクマ。クマの世界は人の心が影響する世界。その世界で生きているうちに、ある時一匹のシャドウに人の気持ちが芽生えたクマ。でも人とシャドウは全く違う存在。だからそいつは自分がシャドウってこと自分で忘れたくは、忘れたくて、人に好きって思われたくて、だからこんな格好になったんだくま。ほんと頭が悪いくまね。前にもう一人のくまが言ったこと、結局あれが本当だったくま。探したって誰でもない、自分なんて最初からなくて、人に好かれるためだけの格好だけつけたただの影。忘れていればよかったのに、思い出しちゃったクマよ。きっとクマはもうすぐただのシャドウに戻ってしまうクマ。そうだ先生、いつか天国のナナちゃんに謝っておいてほしいクマ。クマ、何もできなくてごめん、ごめんなさいって。え、本当？ナナちゃんが、そうクマか、よかった、本当よかったクマ。それだけ聞けてよかった。安心したらなんか眠くなってきちゃった。ここは不思議な場所クマね。なんか落ち着くっていうか、クマの世界とも違う、何か少し懐かしい感じがするクマ。もしかしてここは先生の夢の世界クマか。そうクマか。でもクマはどうしてここで先生と出会ったんだろう。クマ、これからどうしたら。でも何をどう探せばいいかわからないクマよ。クマの頭じゃ考えてもわからないことだらけ。でも一個だけわかったクマ。クマ、先生に会えてよかった。
も行かなくちゃ。ここはきっと先生の居場所。クマがいていいところじゃないみたい。さよなら、先生。あなたがここに迎え入れたものは言葉だけではなかったようですが、ここは育むべき自我を持つお客人のための部屋。自我から離れた片割れでしかないシャドウなど近寄るべくもない場所。止まってしまった一つの石が水の力に動かされ再び流れの中へと戻る。大変興味深い。そろそろ出発するといたしましょう。車はまだ旅路の途中。ここに長居は無用でしょうからな。マーガレット。準備が整いました。発車いたします。やはりあなたは見込み通りの素晴らしいお客人のようだ。さあお戻りなさい。私も一層楽しみになってまいりました。ではまたのご利用をお待ちしております。どうでした？クマ君、いましたか？いないし、誰も見てないって。もうバカ、ほんとクマなんだから。事件山場だってのに。仕方ありません。今はとにかく足立を追いましょう。前より全然ひどいね。何これ、どこもかしこも。前に来た時よりずっと嫌な感じ。急いだ方がいいかも。ちょっと待ってて、足立のやつ探してみる。俺らの世界もこっちもどっちも変になってるってことか。外の霧にもこのメガネ効くんだもん。普通じゃないよ。霧のせいで具合悪くなったって人結構増えてるみたいだし、これからどうなるのかな。いる、足立、こっち側にいる。マジか、どっちだ、方角。待って、やはり自分からテレビの中に。決まりですね。この事件を引き起こした張本人は彼と見て間違いないでしょう。彼を捕まえればこの世界の謎も事件の謎もきっと解けていくはずです。じゃあクマくんの生まれのことなんかもなんかわかるかもしれないね。たく、こんな時にあいつ。クマはこっちにもいない。ダメ、足立もいるのはわかるけど足取りうまくつかめない。もうクマ、この肝心な時になんでいないのよ。ここは結局戻ってきたんだ。ここにいたってクマ何の役にも立たないのに。ナナちゃん、ごめんなさい。クマ、クマさん、やっぱりクマさんだ。声聞こえたよ。頑張れって、お兄ちゃんたちの声も。ナナちゃん待ってて、すぐお医者さん呼んでくる。また眠ってしまったようですね。あのナナちゃん、さっき僕の声が聞こえたって。頑張れって。あの時奇跡的に持ち直したのは君やみんなの声が届いたからかもね。意識がなくても声は聞こえているものだから。僕やみんなの声、みんな。とにかく彼女の症状は原因も何もかもよくわからないことだらけでね。もちろん最善は尽くしているけれど、今のところ具体的なことは不明としか。不明。それじゃ
また何かあったら。もしクマが不明な存在ならどんな風に変われるのかも不明。それならクマが自分で不明じゃなくしていけばいいんだ。ナナちゃん頑張ってる。きっとみんなも今頃頑張ってる。僕はただのシャドウだけど、僕の声でナナちゃんも元気出してくれた。シャドウだからってなんだ。僕にもできることがきっとまだある。考えることやめちゃダメだ。だからここに戻ってきたんだよね、ナナちゃん。のところへ戻らなきゃ。頑張るクマよ、ナナちゃん。またすぐ来るから。ダメ、分かるの相変わらず気配だけ。足立の場所は分からない。リセちゃん、クマがいたらな。あいつもう鼻効かねえんじゃなかったか。探知の役に立つんか。立たないけど、なんだかんだ言って支えてくれるっていうかさ。騒がしいけど明るくなれるね。いつでも底抜けっていうかさ。楽観的で、でもいつでも前向きでしたよね。大丈夫、ちょっとふらついただけ。霧がすごくてどうしても見通せない。今日はもうやめとこう。倒れたらやばいもん。久慈川さんが消耗しては、仮に場所が分かってもまともに戦えません。夜も近づいてきています。一旦外に出ましょう。ここまで来て立ち往生かよ。あそこにいんの分かってるのに何よ。私の力全然役に立たないじゃん。クマ、お前どこに行ってたんだよ。ごめんクマ。バカ大遅刻よ。嘘泣き？バカ！ごめんクマ。また一緒に頑張らせてほしいクマ。世話焼かせやがってこのクマ子。今までどこほっつき歩いてたんだよ。ごめんクマ。クマ、いろいろわかったんだ。自分のこと、あの世界のこと、みんなに聞いてほしいクマ。シャドウって、あの、私たちが戦ってるやつと同じってこと？みんなが知ってる通りのやつだクマ。シャドウは抑圧された人間の精神そのもの、誰の中にもあるものクマ。けど、お前はシャドウなのに俺たちを襲わなかったじゃんか。あの中を平和にしたいって確か初めからずっと言ってたよな。きっとクマ、結局特別な意味も力もない、ただのシャドウだったんだクマ。クマの世界を平和にしたいと思って今までやってきたけど、それどころかこっちの世界にまでおかしな霧が溢れちゃった。ごめんなさいクマ。クマの力がもっとすごいものだったら。
いいっての別に。だいたい初めっからお前に特に期待とかしてないっつの。今さらシャドウだったとか言われてもやっぱそれ系だったのかみたいな感じだし。え、な、何それ。こっちは真剣に告白してるのにやっぱそれ系ってどういうこと。クマか、普通こんなプリティなクマがシャドウなんて思わないでしょうが。つうかシャドウだとなんか問題あんのか。確かに君はシャドウとして生まれたのかもしれないけれど、君にはもうペルソナの力がある。シャドウとは抑圧下の力であり、自我がそれを制御することでペルソナともなる。なら今の君にはちゃんと自我があるということじゃないんですか。自我がシャドウを制御するか、シャドウに自我が芽生えるか、多分僕らと順序が違っただけじゃないのかな。なんだ、じゃあクマくんってもう人間と同じなんじゃん。クマが人間と同じ。自分が何者なのか考え続けてるのって俺たちと同じだろ。で、大した力もなく特別な存在でもない。それも俺たちと同じだ。ありがとう、クマ。みんなに会えてよかった、クマ。ま、俺らもともと微妙にはみ出してる顔ぶれの集まりだし、お前もその一人ってことだな。誰がはみ出し者ですか。先輩だけでしょ。あのな、探偵やアイドルの言うセリフかよ。ったく、お前もいつまでも泣いてんなっつの。それどころじゃねえんだから。お前のいない間に真犯人が分かったんだ。山のアナと先輩を殺したのは足立だ。足立、あのずっこけてか。ほへー、気づかなかった。クマ、クマったら節穴さんね。ほにゃにゃ。けどみんながよく知ってる人間なのに見つからないとなると、クマにもちょっと。言ったろ、お前にそんなのは期待してねえっての。んなことよりどうも盛り上がんねえんだよ。ふさふさしたのがいねえとな。いないとやだ。おい、みんなありがとう、クマ。よし、これで全員揃ったことだし、明日から仕切り直しだな。クマも久々に頑張って探す、クマよ。どーんと任しと、クマ。無理なら枯れ果てたクマなんぞ到底。確かにあのアダッチの匂いはすれど、姿はトントキリの中クマ。クマ、ダメなの。そんな目で見られると、何が何でも嗅ぎ当てなきゃダメ、クマな予感。ここがクマの踏ん張りどころ、クマ。お、中出そう。クマさん、
あんまうろうろするなよ。そのまままたいなくなっちまいそうだ。あれ、こっちから感じるクマ。足立か。なんちゅうかぼんやりとしていながら、それでいてスケールがでかい歯ごたえ。何それ。怪しいクマね、匂うクマね。でもおかしいな、こっち確か最初に先生たちが3人で入った場所。最初に入った、一番最初って、ああ、あの顔切り抜かれたポスターとか貼ってあったキモい部屋か。やっぱ誰かいるクマ。クマ、やっぱあんたすごい。たまたまうまくいったクマよ。最初に先生たちを見つけた場所だったから、なんか匂ったクマよ。そっかそっか。え、匂ったって、それ確かあそこで花村トイレ我慢できなくなって。え、それまさか漏らしたとかって話。やだ、聞きたくない。話でかくなってるから。てか漏らしてねっつの。さあ、どなか、そういうカテゴリーの話を適当言いふらすんじゃねえよ。ほら、昔のことだから記憶がさ、曖昧っていうか。じゃあ、みんな、曖昧な話もそれくらいにして、曖昧ミーについておいで、なんつって。久々だね、ユキコのそれ。つぼる場所は相当どうかと思うけど。目かけてやってたのに、不倫なんかしやがって。誰だ。ああ、お前らか。しつこい奴らだな。鬱陶しいガキだな。質問に答えろ。お前が山の穴をテレビに放り込んだのかって聞いてんだ。あれは事故だよ。暴れるからしょうがないでしょ。聞きたいことがあってロビーに呼んだだけさ。なのにキーキー騒ぎやがって。誰よあなた、こんなとこに呼び出して。で、重要な話って何？ニュースでやってるの本当ですか？あなたが不倫してるとかって。嘘ですよね、あんなの。そんなこと、あなたに説明する必要ないでしょ。そっか、否定しないんだ。目かけてやってたのに、こんなくだらない女だったなんてな。なんなのあなた、人を呼ぶわよ。ああ、うるさい、うるさい、うるさい、黙れ。あんたさ、一度怖い思いして頭とか冷やした方がいいよ。な、何をする気？あ、落ちた。すごいな、完全に入っちゃえるんだ。あんなとこ夜中は誰もいないし、都合よかったよね。うちのロビーから、そんな。真夜中テレビのことは噂で聞いてた。警察にはそういううさんくさい話が集まるからね。でも画面を触って力に気づいたのは偶然だった。声出して笑っちゃったよ。すぐに思った。こいつは面白いことになるって。でね、山の真由美で実験したってことか。いいよ、僕はもっと純粋な男だよ。
僕を裏切ったバカな女をちょっと懲らしめようとしただけさ。そうだよ。どっちも最初からテレビに入れる気なんてなかった。それを真由美といい、あの女子高生といい、無駄に暴れるから。小西先輩もやっぱりお前なのか。小西？ああ、小西咲希とかだっけか。名前はじめは普通に仕事絡みで呼んだんだ。真由美の死体の第一発見者だし、万が一何か見たとかだったら、ほら、聞いとかないとね。で、ちょっと優しくしてやろうと思ったら、ガキのくせにあいつ。何なんですかこれ、事情聴取の続きじゃん。それよりさ、昼間見たんだよ。お前生ためと。僕とは嫌だって？それなら僕にも考えがあるけど。いや！たく、何が女子高生だ。世の中クソだな。僕が学生の頃は勉強しかさせてもらえなかったっての。都会でエリートになるはずが、こんな田舎に飛ばされて。けど代わりにこんな面白い力を手に入れたってわけか。面白い。泣いている死を超え、そうしたら出してやる。なんてな。こんなヤバそうなとこ誰が入るかって。さすが細身の女子高生は楽だったよ。許せねえ。おいおい、僕の身にもなってくれよ。テレビの中が危険だとか知らなかったし、殺す気なんてなかったんだ。っていうか、どうせあいつら自分の方から生ためをたぶらかしたに決まってる。議員秘書はそのまま行けばいずれは議員だ。真由美も女子高生もそこ狙いだろ。自業自得さ。僕なんか悪いことしてる？ふざけんな！こっちへ人を入れりゃ死ぬって、山の前見ん時に知っただろ！はぁ、あ、たく、知ってたらなんだっての？違うって。生ためのやつは小西って子の死体が上がった後、夜中に警察に電話してきてさ、二人も死んで警察も忙しくてさ、出たの、たまたま僕だったんだよね。生ためは警察に相手にされなかったと言ってた。そういうことか。それは違うな。僕じゃなければ相手にしなかったろうけど、僕はちゃんと相手をしてやったんだぜ。あの二人の死にそんな法則がね。それで今度はその変な番組に映った和服の女の子が殺されると。生ためさんさ、そんな話信じる人いると思うの？でも本当なんです。なんとか警察の方で保護を。あのね、そんな夢みたいな話で警察がいちいち動くわけないでしょ。面白い話だけどさ。そんな。そうだ、そんなに助けたいのならさ、ご自分でやったら。例えばさ、どこか誰にも見つからない場所にかくまっておくとかさ。誰にも見つからない場所。助けてあげればいいじゃない。今度こそね。忙しいから切るよ。じゃね。すげえだろ。誤解しちゃった生ためがよりによって僕に電話してきちゃうんだから。僕はちょっと背中を押してあげただけ。生ためはまんまと勘違いしちまって、お前らが救えば救うほど誘拐を繰り返す。
お互い善意なのにいたちごっこがどうにも止まらない。最高。マジかよ。どうして、何が目的でそんなことしたの？目的？別にないよ、そんなの。ただ僕にはできたし面白いから。ま、それが目的？あ、遊び半分で殺したっての？あのさ、僕は人を入れただけ、殺してないって。それに途中からは生ためが勝手に自分の判断でやったことだろ。僕直接関係ないし。なもん、へりくつだろうが。じゃあどうやって証明すんの？人をテレビに入れました。日本の警察なめてんの？むむむむ、ひどいやつくま。けどまさか僕のことを突き止めるとはね。いいね、ゲームにはハプニングがないと飽きちゃうし。そういや、久保光をやった時もワクワクしたな。じゃあやはり久保の失踪はお前の仕業なのか。久保の件は確かに違和感があったんだ。あれだけ注目を欲した少年が特別な力を持ちながら、なぜ単なる模倣行為で済ませたか。けど違った、久保には力なんかなく、単にお前に落とされた。そうなんだな。テレビに人入れるの久々だったし、結構ハラハラしたよ。そんな、どうして。それに、だったらなんで久保からあんたの話が出なかったの？そのぐらいは考えて動くさ、刑事なんだから。署のテレビのある部屋に通して、部屋の電気をいきなり消して、動揺してる間に一気にやった。やる瞬間さえ見られてなきゃ、万一助かっても向こうでの体験談なんて誰も信じない。つってもそれ以前に久保のやつ何が起きたかも分かんなかったろうな。待てよ、署の部屋でって。久保はね、実は早々に自首してきたんだよ。まだ指名手配どころか目星もつかなかった頃だけど、よくあるいたずらと決めつけられて、厄介払い同然で僕のところへ通されてきた。そりゃそうさ、だって連続殺人事件は全部僕がやりましたなんて子供に言われてもね。でも僕はまずいと思った。まさか進んで罪をかぶりたがる奴が出るなんて想像してなかった。ちょうど警察が手柄に飢えてる頃合い、もしマジで犯人なら事件解決ってオチになりかねない。そうなれば生ためが救済をやめちまう。そりゃダメだ、ゲームが冷める。だから周りに帰らせましたって言って、とっさの思いつきでテレビに入れたんだ。ゲームが冷めるって、そんな理由で放り込んだっていうの？そういうの人生で大事だろ。けどお前らまたまたうざく邪魔してくれたよね。おかげで久保のやつ改めて逮捕されて、まんまと真犯人扱いさ。痛いの真似方とか、あんなお粗末だったのに。ま、でも生ためは救うのやめなくて結果オーライだったけどね。生ためのやつ救うことによってたのかね。バカなやつだよね。まるで遊びじゃねえかよ、んなことで人を。小西先輩を、てめえ許さねえ。許すとか許さないとかどうでもいいよ。どうせこことあっちの世界はもうすぐ一緒になるっぽいし。感じてないの？霧が出てあっちはもうダメだって。時期にもっと同化して区別がつかなくなんだぜ。何言ってんだこいつ。こいつ本体じゃないよ、足立本人は別の場所にいる。でもこいつ単なるシャドウとは感じが違うクマ。暴走の気配がないっていうか。すごいすごい、そこまでわかるんだ。ここにいる僕は君らの出迎えみたいなもんさ。わざわざ追いかけてきてご苦労ってね。僕はこっちの世界に随分と気に入られたみたいでさ、全てを得た気分だよ。怪物どもも僕を襲わないんだよね。目的が一緒なのかな。シャドウたちの目的。この街は今年の暮れ近く霧の中に消える。もうすぐここが現実になるんだ。
僕はこっちの世界にいるから、僕を捕まえようってんなら来ればいい。世界の意志にどっちが選ばれるか決めようじゃないか。世界の意志だ？うだうだうるせんだよクソが。今ここで決着つけてやら。バカ、本物はここじゃないって言ったろ。必ず来なよ、決着つけにさ。待ってこら！世界の意志とか、こっちと現実が同じになるとか、どこまで本気なんだ。でも、それ以外の自供は一貫してました。ただの妄言じゃないと見るべきでしょう。なんだか、こっちへ来た後で大きな力を手に入れた感じ。というより、それに支配されたのかもしれないクマ。なら、世界が同じになるって本当に起きるのかな。確か、今年の暮れ近くって言ってなかった？それってどうなるってこと？多分、こっちの世界に飲み込まれるってことクマ。町の人が変なの、みんなから出たシャドウが暴走した時と似てる。霧がもっと濃くなって町を完全に閉ざしちゃったら、あっちの世界もシャドウだけの世界になるかもクマ。人間がみんなシャドウになっちゃう。くそくそ、あんなやつに。なんでだよ、必死にやってきたのに結局あいつの手のひらの上ってことかよ。ああ、いい加減蹴りつけようぜ。こんな思いもうごめんだ。通れる場所ができてる。多分足立はその先、来いって意味だと思うけど。上等だぜ、今すぐ突っ込んでやら。待ってください、まず準備が先です。あんな奴に二度と煮え湯を飲まされるわけにはいかない。全力で臨んで確実に倒すべきです。暮れ近くってのがいつか気になるけどさ、あんな奴にビビってる場合じゃないよ。準備やりすぎってぐらい整えて、あたしの顔面に靴跡つけてやろう。先輩、あなたも一人で行かないでくださいね。個人的な付き合いがあったようなので、その辛いとは思いますが。だからかな、この先なんとなく先輩と似た気配の感じがする。もしかしたら先輩を呼んでるのかも。あ、ううん、今のなし。みんなで行くんだからね。約束しろよな。もしかしたら先輩を呼んでるのかも。みんなで行くんだからね。約束しろよな。
困るんだよね。ちゃんとみんなで来てもらわないとさ、拍子抜けでしょ。いつも探偵ごっこしてるお友達はどうしたのよ。まさか説得とか思いやがんなっての。みんな一緒に来ればいいじゃない。力を合わせて悪い奴を倒しにさ。友情、努力、勝利、君らそういうの大好きじゃない。はあ、なんで君、僕が前言ったこと聞いてなかったの？それとも聞いたけど理解できなかった？で、別に話とかないんだけど、正論振りかざして事件解決するなら警察なんていらないでしょう。だいたい君が信じてたのは、君の頭の中で君が勝手に作った僕だろ。勝手に信じて勝手に裏切られて僕に文句言うって、ちょっとお門違いじゃない？君結構つまんないこと言うね。一人でのこのこやってきて説得しようとか考えてる君みたいなのが一番腹立たしいよ。撃ったらどうなると思う？そうだね、たったそれだけのことだ。わからない？話は終わったんだ。次は外してあげないよ。選ばせてあげよっか。お友達のとこに逃げ帰ってみんなを連れてくるか、それともここで死ぬか。でも単なる復讐じゃつまんないか。君らの探偵ごっこ最後まで見せてよ。あれすごいウケんだよね。超青春って感じだし、みんなを連れておいでよ。ねえ、リーダーさん。じゃ、バイバーイ。おかえり。一人で行くなっつったろ。ま、行くと思ったけどな。いいよ、待ってるって。あいつらには内緒にしとくし、足立のことも今は聞かねえけどさ、俺らをもっと信用しろよな。ま、無事で何よりだ。今日はもう閉店です、お客様。また明日、皆さんでお越しくださいってな。